3連休最終日の今日、河北町でモルモットレースが行われ、多くの家族連れでにぎわいました。このレースは河北町児童動物園と仙台エコ動物海洋専門学校で飼育されているモルモットによる対抗戦です。会場には多くの家族連れが集まり、どちらが勝つか予想しながらレースを見守ります。モルモットの予想できない動きに集まった人たちも一喜一憂。その可愛らしい動きに大きな声援を送ってレースを見守っていました。そして最終レースに登場したのはこの2匹。仙台の方のソフィーで、そして手前側の方がこの河北町児童動物園のベニーです。観客の皆さんもここはあまり声を上げずに静かに見守っているという状況が続いています。少しゴールの外も伺う様子もありましたが、このまま一気にゴールまで行ったでしょうか。行きました。どの子を応援してた？スリー。勝った。勝った。早いところが良かった。ああ、そうなんだね。面白かった。負けた。負けた。とかどの子にかけたの？ニック。少し思ってたイメージと違かった。レースの勝敗を当てた人にはアルパカとカピバラへの餌やり体験ができる権利が与えられ、会場は大いに盛り上がりました。